ということで、こちらアマゾンのアウトレット、アウトレットで買っちゃいました、こちらのホットクック。しかも最新のね 24G のホワイトにしました。じゃあね、早速開封したいと思います。アウトレットってめちゃめちゃ書いてある。やつかもしれないですけど、中身はね、よしよか新品です。はい、これレシピ、これ電源コード、でこれ発泡シュール、これはねマズバーザイと、で中がねこんな感じ、ほら前のよりもねこれちょっとコンパクトになってるっていうみたいです。じゃあちょっとこっちを見てみようか。まずねこちら注意書きがあるので読んでください。これ今老眼鏡がないのでさっちゃんに見てもらいます。これね、あ、これは別に付いてない、これ取っちゃえばいいので後から見ます。でこれね、こんな感じ、中にこれ蒸し器、これプラスチックです、蒸し置き。で、こちらがね、内側もあります。内側もこんな感じですか。ご飯だと、サンゴを炊けるものになっております。思ったより軽い。軽いのはどうでしょう。ねえ。私は重いが好きなやつ。そうかな。俺はステンレスがいいなと。でもステンレスはやっぱり取りにくいの。じゃあこれを剥がします。じゃあこれが正解なの、これが正解だな。ぴったりはまるわけじゃないんや、これちょっと浮いとる、ここがカパカパしとる、でこんな感じで、ね、電源まず入れてみようか。これ磁石で付け外しできる、はじめにがあります。ホットクックが毎日の食事作りをお手伝いします。ホットクックを無線 LAN に接続するとメニューをダウンロードできるなど、毎日の調理がもっと便利になりますよ。次へぜひ無線 LAN に接続してご使用ください。はい、無線 LAN のオンオフが設定できます。続けて接続設定を行いますか。シャープクラウドサービスへの接続設定を始めます。設定を続けるときは同梱の利用規約に同意してください。課長おはよう。接続方法を選択してください。アプリで設定ってあるよ。プッシュボタンで設定、アプリで設定、アプリをダウンロードします。アプリの手順に従い接続してください。あ、さっちゃんです。これがランプが接続すれば成功しないで、あ、来た。無線 LAN に接続します。来ました。接続が
ッケー。はい、ホットクックね、一番最初はね、炊飯します、3号ね。はい、じゃあお願いします。初使いは炊飯です。まずこいつ、炊飯はどうか。ご飯、何合、3合、合数を選択してください。はい、あとの加熱は任せてね。55分後に炊き上がります。さあ、どうかな。はい、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね。こちらホットクック用にタワーのね、こちら購入しました。やはりテフロン加工のね、中のね、鍋はね、こういうスプーンでね、すくう方が鉄よりもすごいいいかなということでね、こちら購入しました。じゃあね、さっちゃん実際ね、料理するとき使ってもらいます。はい、それじゃあこれ、ホットクック用の混ぜ用のスプーン買いました。あのテフロン加工にやっぱりシリコンの方がいいなと思ってさ、軽量カップも兼ね取れるんですよ。軽量カップも兼ね取って、しかもこれ置いても下につかないという形状の、それでホットクック白だから白にしてみました。遜色ないんです、うん、あっちもいいんだよ、3号までは。あ、そうなんや、上手に炊ける、うん、うん、じゃあ好きなの使って、あのしっかりめの、でも柔らかめじゃないかな。柔らかめはまあ水増やせばいいんやし、うん、あ、そっか、何でしょう、弾力があって美味しい。ホットクックでカレーね、作ってもらいます。うん、ぶっこんで、いいよ、ぶっこんで入れてから、あのメニューの方をやればいいだけ。じゃあ買い物と入れて、はい、ぶっこんでさ、材料はどれぐらいだったっけ。卵玉ねぎ2個と、うん、メークイーンのでかいやつと、うん、にんじん1本で、熱が450で、ルーを全部ぶっ込んで、っぱなからルーをぶっ込んでっていう、うん、まあそこが特徴よ、うん、あの圧力鍋とかではないところは。
混ぜるといいんだよ。うん、はい、それでこれはね、混ぜ合わせユニット、これパチッとはまればいい。いや、これで隠して、これでもう外すればパチッと、はい、しまってメニュー、はい、スタートキーを押してください。出来上がり。ちょっと遅かった。出来上がりやがった。なんかやっとったら。じゃあさっちゃんちょっと開けて。さあ、どんな感じかな。気持ちよかった。なんで立ち食い、そっか、うん、おう、どうなのか。プラスチックのお玉ってないよね。あ、そういうことないんですよ。うん、どう、濃度的なものは。うん、ちゃんといいとろみかな。まろやか。あとはお好みやけど、濃い方がやけどもうちょっと水分を減らせばよかったって。ルーをちょっと足すか。まあ、あとは調整やる、うん、塩分が欲しいと思ってもちょっと入れる。あ、これ保温中になっとるね、ちゃんと。うん、最大12時間保温できるらしいよ。へえ。見たい内容を選んでね。おすすめか。ホットクック、今日のおすすめは温泉卵はいかがでしょうか。温泉卵か、卵が半熟でふにゃふにゃなんだろうな。うまそう。俺もたまにはゆっくり温泉入りたいぜ。シュタレク様のエッチ